があるっていう。明るい、明るい。晴れてるんですか。日本にね、足病院っていうものが今ないので、あの日本人の方ってちょっと分かりにくいんですけれども、膝下から下ですねの構造は全て私たちがこう見る、テイクケアする部門なんですけど、Everything miscellaneous. Finally, sentimental items. They can't reach. Give them a little shake and wake them up. ときめくものを選ぶっていうのはどういうことかっていうと、oh, for me, you should react. Do you understand? Yes. The cute sound. I'm not going to translate. この活動をしていく中で、特にその本当に海外の方からの反応で、この片付けをすることによってこう人生が本当に変わっていった、本当に良くなっていったっていう声を聞くにつれて、あ、この片付けっていうのはもっとたくさんの方に知っていただくべきものかもしれないっていうふうに思ったんです。いや、正直言って自分でもそんなに登録者がいるの不思議で仕方がないですし、そんな面白い動画上げれてるのかなって言ったら、まあ、なんか不思議な部分ではあるんですけど、一番やっぱり大事なのは続けることじゃないですかね。昔からの続けることが今につながっていると思うんで。